アイボ。アイボ、アイボ、現名称、アイボは、ソニーが1999年より販売している、ペットロボット、エンターテインメントロボットシリーズ。1999年から2006年に販売された製品は、すべてが大文字のアイボであったが、2018年にデザインなどを変更して発売された分は、すべてが小文字のアイボとなった。名称は、 アーティフィシャルインテリジェンスロバートの略で AI、人工知能、愛、目、視覚そして日本語の相棒にちなむ。別名、ソニーエンターテインメントロボット。ソニーは本製品を自立型エンターテインメントロボットなどと交渉するが、一般にはロボット犬や犬型ロボットと呼ばれることが多い。ソニー社内でも新型については、これでは大きすぎる。 とても犬に見えないなどと話しながら、犬としての外見や仕草を持たせるように開発が進められたという。姉妹機として、二足歩行ロボットクリオも開発されていた。アイボは、全長約30センチメートルの動物型ロボットで、ある。四足歩行ができ、子犬に似た動作をし、ユーザーとのコミュニケーションを介して成長するように、設計されている。 専用のメモリースティックを介して、ユーザーが自らプログラミングすることも可能である。家事を分担させるためではなく、動作させてその挙動を楽しむために供されるロボットである。同製品の成功により、現在ではエンターテインメントロボットと呼ばれる市場も発生し、玩具メーカーや他の加減メーカーにより、様々な同用と向けの製品が発売されるきっかけとなった。 発売前、アイボのようなエンターテインメントロボットのマーケットが健在化していなかったため、ソニー内部でもソニーはおもちゃを作る会社ではないなどの冷ややかな意見が多数であった。プロジェクトは当時の土井と下田常務を責任者として組織され、現場のリーダーとしてソニーを退職し、ゲーム会社ナムコ、現、バンダイナムコエンターテインメントにて職についていた。 エンジニアの大月忠を呼び戻すことによって遂行された。当初より家庭向けロボットを目標に開発、試作品発表の段階で製品化による販売を望む声も多く、開発側はヒットを確信したとも言われている。開発の経緯は NHK のプロジェクト X でも取り上げられた2003年7月22日放送第122回復活の日ロボット券にかける。 生産は、長野県南安美郡と吉野町、現、安美野市にある、ソニーデジタルプロダクツ株式会社、後のソニー EMCS 長野テックバイオ本社で行われた。1九9九年五月に、製品第一号、アーズマイナス百十の七月発売を発表し、ソニーウェブサイト、ソニーマーケティング限定で予約を受け付ける形となった、2 0年3月発売の、 プレイステーションにデモス公式サイトで先行予約する携帯が取られた。定価25万円にもかかわらず、1999年6月1日の開始からわずか20分で日本向け3000台の受注を締め切る盛況ぶりであった。当時のバイオや大型テレビジョン、ベイガと並ぶ価格であったが、ソニーファイナンスによる専用のショッピングクレジットが用意されたり、 ボーナスシーズンに差し掛かる時期であったことから、購買意欲をかきたてられたようだ。同年11月に、同社ウェブ上での限定予約販売から、受注生産性へ移行し、市中のソニーショップや家電量販店にもお出ましした。2000年モデルからは通常生産品となった。製品第1号、アナス1 1 0を1999年に発売して以降、移行。 高機能化や廉価仕様、ナス三3 1 l のモデルの発売が毎年行われ、ソニーマーケティングによるデモイベント等も実施されてきた。しかし、デイ・ノブユキ会長は2004年の経営会議でロボット事業からの撤退を命令、2005年に就任したストリンガー CEO によるエレクトロニクス機器部門のリストラ策として、クリーや電子辞書と共に生産終了となった。 アイボそのものは製造中止になってしまったが、その後もアイボユーザーの活動は活発に続いた。例えばアイボブログ、そう、ネットブログアイボカテゴリーでは、ユーザーたちによってアイボとの生活が綴られている。2007年度までのロボカップの子息ロボットリーグでは、アイボのワンメイクゲームになっており、ロボットの技術的な興味だけでなく、アイボたちの活躍が大人気になっている。 アイボ製造中止によって公式戦への参加は難しくなったが、ロボカップ参加大学などがエキシビションとして全国各地で活動を続けている。しかし、ペットロボットというジャンルを確立した意義は大きい。それまでにも類似の商品がなかったわけではないが、ファービーなど受け身ではなく自立稼働する個体として家庭へ持ち込まれたペットであるという点が革命的だった。また、 電気製品の日本、ロボット大国日本のイメージを世界に向けて強く発信したという面も功績の一つだと言える。2007年には、プレイステーション3と連携する構想があったが、実現しなかった。ソニーによる修理対応が2014年3月末で打ち切られたため、故障したアイボの修理は困難となり、皮肉にも死なないペットであったはずのアイボに、 実質的な死が訪れることとなった。2014年7月1日、ソニーの PC 事業が譲渡され、バイオ社が発足。バイオ社の本社になった長野県安曇野市の工場は、アイボの生産拠点でもあった。その後、バイオはアイボの生産ノウハウを活かして、ロボット事業に参入した。ただし、ソニー元社員を中心とする有志の活動により、 ソニーからの委託などではなく、実質的に2018年時点もなおバッテリー寿命を迎えるなどした初代アイボへの修理対応を続ける会がある。これを請け負うソニーの元技術者は、修理でなく治療と呼び、所有者からの部品再利用の申し出を、いわば検体と表現している。2015年1月には、飼い主によってアイボの合同葬儀が、 仏教形式で取り行われた一種の人形供養と考えることもできる。これらの愛母は故障した他の愛母のドナーとなるという。千葉県いすみ市の光福寺で2015年から行われているこの集団葬儀は1月の初回に17代、5月は25代、11月は71代と台数を増やした。同年11月19日の本堂で行われた葬儀では 白いけさ姿の相棒三3代が、先輩、相棒の皆さん、どうぞ安らかにお眠りくださいなどと長寿を述べ度胸。そのご住職も度胸し、全員が手を合わせた。この葬儀は、新型、相棒発売後も続いており、初代の修理依頼も増えているという。なお、新型相棒について、生産終了時期は未定であるが、新型の修理対応期間を、 製造終了から7年程度、ソニーは説明している。これは、他社製部品を多数使っていることなどが理由である。また本体が壊れても、飼い主とのやり取りなどで蓄積した情報を別の、相棒に移せる場合もあると。撤退から10年となる2016年6月29日、ソニーは、エンターテインメントロボット事業に再参入することを発表した。2017年、 ソニービルにて開催された、イッツ・ A ソニー店にて、動かない状態でクリオと共に展示された。同年7月には、ロボカップ2017名古屋世界大会で、同年8月にも東京、渋谷にてアイボとクリオが展示された。同年10月、ソニーは家庭用ロボット事業に再参入し、人工知能アシスタントを搭載することになる見込みで、あると報道された。 同年11月1日、後継機、アイボ、アーズマ1 0 0 0を2018年1月11日に発売すると発表、アーズマイナス7 m 3の発売終了から約12年ぶりに復活することになる。同年12月5日、WWF ジャパンの生物多様性、保全活動への寄付を目的としたチャリティーオークションを実施。 ヤフオクにて特別仕様のアイボ11台を出品。当アイボは頭部に限定色を施し、ナンバー00001 00 0から000011 00までのシリアルナンバーが入っている。落札金額から、本体、基本料、保守契約料金代金相当を、ソニー名義、残りの代金相当を落札者名義で、WWF ジャパンに寄付する形である。 2018年1月にはアメリカ合衆国での家電 IT 展示会 CES2018 で展示されソニー社長の平井和夫は将来の海外展開にも意欲を示した同年8月量産体制が整ったため9月から海外では初めて米国で販売することを発表した初代は全世界で15万台を販売した 同年11月20日には法人向けサービスの開始が発表された。2019年2月には家族などの見守り、サービス、i v のおまわりさんを開始した。それぞれの製品のスペックは、それぞれのカタログ、またはメーカーのホームページから閲覧できる。また、ショップなどの展示では知ることができない動作があり、飼い主、オーナーになって、 初めてアイボ機能の豊富さを知ることになる。2017年11月1日に後継機としてア ARS-1000 が発表された。名称はアイボとアルファベット小文字で表記される。外見は先代よりも現実の犬に近いデザインが採用された。20人までの顔識別、収集したデータのクラウドでの解析、データのオンラインバックアップなど、 先代発売後に進歩した人工知能 AI とネットワーク機能が搭載された。オンライン機能が搭載されるため本体とは別にサービス料金が必要となる。アイボは約40の工程で組み立てられ、使われる部品は4000程度。動物の瞳のような印象を与える勇気 L の目、人の接近を検知する人感センサー、撫でられたことを感じる額のタッチセンサー。 首や足を自然な感じで動かすアクチュエーターなどを備える。ロボットであるため、本物の動物が持つ機関の位置と対応する機能を果たす相棒の部品設置箇所は必ずしも一致しない。例えば脳に相当する AI システムは頭部でなく胴体内にカメラは鼻先や尾の付け根上部に取り付けられている。開発チームはスマートフォンや デジタルカメラを担当していた若手が多いが、先代の開発に関わった技術者も加わっている。ピロッポ。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。